Sino 公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Sino 代表の篠崎です。今日はくびれウルフの時短カットについて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。カットスタートしておりますけれども、まずアウトラインを切ります。その時にほとんどの方はバックセンターから切っていくと思うんですけども、サイドですね、両サイドにバックの毛を出して鏡で見て位置を決めて、両サイドで切った後にバックセンターで合わせるという方が確実に希望する長さになりやすいので、ぜひチャレンジしてみてください。バックが切り終わってサイドへつなげていきますけれども、このくらいの長さでしたらばサイドへつなぐガイドは耳の後ろぐらいですね。そこから希望の前上がりのラインをイメージして前上がりにカットしていきます。ただですね、この切り方だとロングの場合にはレイヤーというかですね、前上がりが全然入らないので、ロングはロングの前上がりの切り方があります。それはですね、ちょっとここでは説明が難しいので、ぜひセミナー依頼をお願いします。今両サイドの長さをチェックしてちょっと修正してますね。ここでずれてるとほぼ合うことはないので、しっかり合わせてください。挨拶しろよって出てましたけど、実は今ご来店のお客様は私が担当しているお客様ではございません。自分の担当じゃない人にもしっかり目を見て挨拶する。それはですね、やっぱり心の持ちようだと思うんですね。この辺はですね、感じがいいっていうふうに思われた方が有利なので、美容師の場合はしっかり抜かりなくやった方がいいと思います。レイヤーの入れ方ですね、もう反対側終わってるんですけども、まずまっすぐ鏡に向かって床と平行に引き出します。この時に上の方が長いと思うので、そこの角をチェック。そしてチェックした後にオンベースの位置にもう一度出して角をチェック。この位置から45度に引いて角をチェックして、イヤーツーイヤーのところでオンベースの状態で角をチェックします。そしてこのままですね、ここをガイドにしてバックセンターまで回っていって OK です。この長さでしたらそんな細かく細かくスライスを取る必要はないので、ある程度大胆にいきます。今ね、挨拶しましたけど、今挨拶した方も私が担当されている方ではないです。他の人が担当してるんですけども、まあ、会うとね、結構にこやかに話をしてくれる方で、まあ、たまたま入り口にいたので、あんな感じの挨拶になりました。上からのレイヤーを下につなげていくところ、何気にここ非常に重要なのでしっかり聞いてください。この時に大切なのは、オンベースよりも手があまり下がらないことが大切です。下がりすぎてしまうと、下を削りすぎてしまうので、どうしてもですね、下がペラペラになります。ペラペラになるってことはまとまりが悪くなるので、ある程度下の厚みが残るように、手の位置をあまり下げすぎないでレイヤーをつなげていくのが大切です。いよいよセリングに入っていきます。ここまでベースカットの時間はだいたい7分ですね。ブロッキングの取り方なんですけれども、盆のくぼと言われている一番出っ張ってる部分とサイドの8ラインをつないだこう V のラインですね。そこで上下に分け取って、まずは縦にセリングを根元に近いところに入れていきます。要するにですね、根元に近いところに入れるってことは、量感を取るってことです。量ですね。これはちなみに 50% のセリングを使ってるので、細かく細かく取って、ザクッとこう入れないように、細かく細かく取っています。で、毛先今、ちょん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 って挟んでますね。これが毛先の質感をぼかしているところ。こんなね、カッコつける必要はないです。パチッとラインが残ってるところに直接入れてぼかしていきます。で、上なんですけども、先ほどのブロッキングの上ですね。ここは間引くように、まずセニングを入れて、その後に毛先のラインですね。そこを自然にぼかしていくというやり方になります。今、鏡を持ったのがわかるでしょうか。スタッフがですね、これはですね、セリングがある程度終わりそうだなと思ったら、煽れと。鏡を持って煽れっていう風に僕がアシスタントに指示を出してるんですね。他のスタイリストが遅い時にも同じことをやるんですけども、別に僕は遅くないですけども、今カットタイム的には13分ぐらいだと思うんですけども、まあ、次の作業に早く行った方が多分お店の流れがいいっていう風に判断して、おしのだけ早く終わりにしろよっていうアシスタントの無言の圧力というかですね、サービスで一番大切なことは時短っていう風にうちらではやっているので、お互いにアシスタントもスタイリストもお客様の時間を大切にするということでは、こういう行動はとても大切なんではないかなというふうに思います。ただ、こういう行動をするのには注意点があって、お互いに楽しめるかということですね。楽しめないとダメです。どっちかがなんでおめえ来てんだよみたいな上から態度とか、そういうのをし始めると、こういう楽しいシステムは終わります。今、前髪の説明をしていますね。どのくらいに切ろうかみたいな。もうアシスタントが来て待ってるので、今回の場合は前髪カットは仕上げの時にカットするんですけども、通常はですね、前髪は濡れてないので、そのままこの時にカットしてしまうというパターンが多いです。今後ろでまとめていたのは、最初のお客様の要望が縛れるぐらいということだったんで、それはできますよっていうのの確認です。これから一緒にカラーを施術するアシスタントと施術内容の確認、後ろは店長がいるんですけども、店長もたまたま手が空いてたので一応施術内容の確認をして、僕が途中で抜けても OK なような状況を作っているということです。先ほど言ったようにカット開始から今の時点までですね、だいたい13分から15分ぐらいで終わっています。もしこの動画良いと思いましたら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。また質問等ありましたらコメント欄へよろしくお願いします。それではさようなら。